幽霊を見るっていうね、あの僕の知り合いがいるんですけども、まあ、知り合いっていうよりかは飲み仲間の人なんですけども、そういう人がね、あの街中歩いたらガードレールのそばに女の人が立ってたんですよ。で、その人すごい後ろ向けで立ってて、まあ、背中しか見えないんですよ。で、明らかに、あ、生きてる人じゃないなって分かったんですって。まあ、これはあの、もう感覚的なもので、で、あ、幽霊さんだな、あそこに立ってるなと思ってたんですけども、その幽霊がいる、そのちょっと奥に、ちょっとガードレールがあるんですよ。ガードレールがあるんですけども、そのガードレールがベコーって凹んでるんですよ。だから、あ、これ、交通事故なんだ。だからあそこにずっといるんだって思ってたんですけども、じーっと見てたら違和感を感じるんですね、その女の幽霊。で、そういう時に、あ、そういうことかって気づいたんですよ。女の幽霊はずっと上見てるんですよ。ずーっと上見てるんですって。で、その視線の先っていうのは、目の前にビルがあって、その屋上なんですよ。あ、このガールレールのへこみって、そっから飛び降りて、そこにバーンってぶつかった時のへこみなんだな。だからあの幽霊、背中しか見えなかったんですけど、どんな表情でビルの上見てたんだろうねっていう。今、夏目さんの話を聞いて。思い出しましたけどね。まあこういう話があったりね。寒気。せっかくなんで、僕の体験談をお話しさせてもらっていいですかね。はい、まあまあ、ちょっと結構話してるんで、もしかすると聞いたことがあるかもしれないんですけども、さやかさんに聞いていただきたいなと、ぜひ思うんですけどね。僕ね、天狗見たことあるんですよ。天狗、はい。天狗。いや、これ本当なんですよ。うんうん、しかもバッチリ見てて、うん。で、もうね、この話って僕の中でタブーの話なんですよ、実は。やっちゃいけない話なんですよ。なんで、今日はさやかさんにそのタブーを共有していただこうかな。なんでなんか起きるとかですか？思うんですけども、いいですかね。いいですか？お金持ちになりたいです、私。どんな欲望まみれじゃねえかよ。そんな話なんですけどね。はい、はい、僕、めちゃくちゃおじいちゃん子なんですよね。はいはいはい、で、母方のおじいちゃんなんですけどね、僕、ずっと二十歳までと大阪に住んでまして。で、おじいちゃんはというと名古屋なんですね。はい、で、ちっちゃい子をね、もうこの僕とおじいちゃんっていうのはめちゃくちゃ仲良かったんで、盆正月以外でもよく名古屋に行ってたんですよ。でね、おじいちゃんめちゃくちゃ優しいんですよ。うん、もう僕が玄関開けるとおじいちゃんって言うと、ああ、キラカーってしわくちゃに顔してね、笑顔で迎えてくれるんですよ。で、リビング行くと僕の大好きなおやつとかわーって並んでて。で、おじいちゃん飛び職やってたんですけどね、そのタバコ臭いね、膝の上に僕が座りながら、大好きなおやつを食べながらお話しするのがすっごい好きだったんですよね。で、そんなおじいちゃんなんですけどね、決して何か物を買ってくれるとかそういう甘やかし方はしなかったんですよ。ただ、行くと必ずどっか連れてってくれたんですよ。うん、でその日はね、小学校2年生のね、秋頃ですかね、風が涼しい季節だったんですけども、愛知県のね、犬山ってところがあるんですけど、そこの動物園があって、隣にちょっとちっちゃめの遊園地がついてる。まあそんなところだったですけども、おじいちゃんの手をつなぎながらいろんなお猿さん見てね、あとソフトクリーム舐めたり、でおじいちゃんと一緒にジェットコースター乗ってキャッ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 見たり楽しんでたんですよ。でそこ犬山っていう地名ですから、まあその施設の周りぐるーっとね緑なんですよ。で200メートルぐらい先でしたかね、あの小さい小山がありましてね、そのてっぺんに天狗がいたんですよ。これがザ天狗なんですよ。顔が赤くて、で、鼻が長くて、変な六角形の被り物してて、うん、で、尺状を持って身を背負って、片手こっちに向けて、カーッカッカッカッって笑ってるんですよ。で、僕最初それ見たときに、あ、なんか遊園地のモニュメントかなんかなのかなと思ってたんですけど、今考えるとこれ、ちょっとおかしいんですよね。というのは、200メートルくらい先にいるんですよ。別に大きいわけじゃないんですけど、はっきりと見えるんですよ。そしてその声も結構大きい声ではっきりと聞こえるんですよ。
普通だったらね、普通だったらそれぐらい大きい声で聞こえてたら周りのみんなそっち見るじゃないですか、見てるの僕一人だったんですよ。でもまあね、小学生の時、2年生ですからね、まあ、そういうのも気にせず、なんか面白いもんあるなと思いながら、でおじいちゃんとキャ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 過ごして、とっぷりとね、空も赤くなった。なので、まあそろそろ帰ろうかって言って、手をつなぎながら永遠を寝て駐車場を目指したんですよ。で駐車場に歩いていく時に、おじいちゃんが、おあきら楽しかったかって聞いてきたんで、ああ楽しかった、いろんなお猿さんいたし、ソフトクリームは美味しかったし、天狗が面白かったって言うと、おじいちゃんが立って歩くの止めたんですよ。でおじいちゃんが、え、天狗って言うんですよ。いやー、あのね、山の上に天狗がいて、それが笑っててすっごい面白かったよって言うと、おじいちゃんが握ってる手をキュッてちょっと力入れて、天狗なんていないからって言うんですよ。で僕ね、嘘をついてるって思われるのは嫌じゃないですか。だからおじいちゃんに説明しようと思って、つないでる反対側の手で指さしてね、ほらあそこの山にって言おうとした瞬間、おじいちゃんがその手をグーって握って、痛い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 って言ってるんですけど、顔をグーって近づけてきて、もう一度真顔で、天狗なんていないから、そう言ったんですよね。いつも優しいおじいちゃんなんですよ、なんでそんな真剣な顔を見て、あ、これ言っちゃいけないことなんだなって子供心に思いましたね。で、そっからね、もうしばらくこの話っていうのはもう本当に誰にもしなかったんですけども、僕が怪談活動をこうやって始めるようになって、で怪談話してる人と飲むようになったんですよね。でその時にね、ある怪談をやってる人が天狗の話したんですよ。これが僕の体験談と全く同じなんですよ。とある女の子がいた。で、その隣におばあちゃんがいた。女の子は天狗を山の上で見つけるんですよ。で、おばあちゃんに、おばあちゃんおばあちゃん、あそこに天狗いるって言った瞬間、おばあちゃんがその手をまたグッと握って、そのままズルズルズルって納屋の方まで連れていくんですよ。で、納屋の方まで裏に連れていかれて、まあプレハブかもしれないですけどね。あの、納屋の方に裏に連れていかれて、ボッコボコになるんですよ、女の子。え？で、耳元にグーって近づけてきて、天狗に見入られると連れ去られるから、そう言ってそうなんですよね。だから、まあ、僕のこの記憶経験っていうのも同じようなものなのかな。まあおじいちゃんね、もう今は死んでますから、亡くなってますからね、あの聞くことはできないんですけども、こういう僕のタブーのお話でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。